おはようございます。チェッタお願いします。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。眠い。あのですね、最近なんかね、6時間睡眠ぐらいが当たり前になってるんですよ。なんか起きたり寝たり起きたり寝たり携帯じったりということを繰り返してると、だいたい6時間ぐらいしか寝てないんじゃないかと。これでは夜勤が眠いのも頷けます。なんででしょう、なんでいつからこんな風になったんでしょう。というわけで本日はですね、電太一プロジェクトをちょっとこの前からさせていただいてるんですけど、まあ結論的に言いますと、パーティーが皆さんガチすぎます。はい、今までみんな、今までのだけで見たもう分かると思うんですけど、強キャラを持って強キャラ選手ばっかなんですよ。ということで、まあじゃあマイナーで勝つのは誰の役目？俺の役目。デスゴーゴーとか見飽きたんだよ。行くぜ、海竜、ヘルビースト、シリオン騎士。もう一切を放っておりますね。デンタリッチプロジェクトね、ライブの時にはね、誰一人いませんでしたこれ。行くぞお前ら。はてさてね、そういうわけでですね、まあ呪文を使える3体で今チームを組んでおります。もうデンタリッチプロジェクトといえば、まあやはりね、私がね、どれぐらいの対策をね、つくことができるかっていうのをね、やっぱ魅力的なんで。そうやっぱね、こう皆さんガチすぎたんですよ、ライブ。ちょっともうね、見ればちょっとガチガチのガチだったんですよ、正直ね。はい、仕方のないことであるんですけど、それはもちろんね。なんだそんなバスパッツを出すな、お前。またお前そうやってまたグリ、何、デンタリッチに勝つために無知使うと思ってんの。勘弁してくれよお前。バーバラを太ももに挟んでほしいわ、むしろな。おいめちゃくちゃ言ってんだこれ。ちょっと挑発するなこいつ、ついに。ちょっとちょっと待って、嫌な予感がするんですけど、私。いろいろ嫌な予感がしますね。うわ、呪われても大丈夫ね。ね、海竜あたり絶対呪われるじゃん。海竜あたり絶対呪われるよ、これ。お、ロッキー、珍しい。はてさて、では行きましょう。まず、シャドウ。シロウ騎士がね、もうかなり氷の、このシャドウを使えるモンスター少なくて、もう、シロウ騎士とスライムつむりぐらいなんですよ、シャドウを使えるの。そして、ここが地獄フラッシュ。デンタ、リッチ、共に弱点をつける地獄フラッシュ見せてみよう。はい、ど、強い。強いな。デンタリッチ、トボドモ光呪文弱点なんで、それを使う地獄フラッシュを使えるね、海竜、そしてヘルビーストですよ。うん。で、結構食らうんだけどね、ねえ。結構食らったぞ、おい。そうか、でも海竜そんなに食らうもんだよな。ああ、もう物理がね、ひたすら海竜に集中します。その結果ね。はい。ここで私行きますよ。賢さ22から放てる、石道具と地獄フラッシュ、メカラビー。あ、結構効くじゃん、やる。さすがに相手が悪魔系だしね。で、デンタリッチともとも弱点だったら、そこそこ出るんじゃない？賢さ、勝った。物理体制硬いね。あ、まあこれはもう事故だから。それはしゃあない。しゃあない。そこでもうね、そうなるともうグリンガムのうちはしゃあがない。もうババラの太ももがいいから仕方ない。それはね。うん。さあ、そして指導抜きしたいはね、まあ実際デンタリッチ相手には使えないんですけど、こちらの方が強いですね。この呪いのランブが、そう。これがそこそこ言うから高くって。あ、いいね。かなり効くね。やっぱ。お、そう。さらに呪いの効果あっからね。もう効く回転には本当に効くよ。で、白歴史意外と体勢優秀だからね。あ、やばい、痛恨出そう。ね。ね。言ったしょ、言ったしょ、俺。あ、痛恨出そうって。あ、そうだろうなって思ったわ、今。お、いいね。海竜避けるよ、ここでね。マスターダブルスキャンを生かしたよ。オッケー。マスターダブルスキャンを生かすね。その、避けるのはいいよ。カイザー上げたからね、お前。このチーム上、物理が一番行くのはカイリュウなんですよ。で、その次に城の騎士かなっていう感じなんですけど、そう。だから、カイリュウはカイザー上げてあります。まあ、基礎中の基礎ですよ。狙われやすいならカイザー上げたらいいんだよ。オッケー、大丈夫だ。オッケー、大丈夫だ。さて、地獄フラッシュ詰めるかよ。地獄フラッシュという光呪文。光呪文をね、数えた時にはね、もう、主人公か地獄フラッシュしかないんですよ。はい、主人公を使うか地獄フラッシュしかないんですよ。はい、分裂関係ねえよ、このままご利用して終わりだよ。ローガン詰め大丈夫かな。なんかここら辺りで通行出てタイヤリですよ、ラガンちゃんこれ。あ、大丈夫だった。でもちょっと待って、タイヤリ案件入ってないか、これ若干。あ、大丈夫、呪いのライブをしっかり当てよう。白い騎士賢いから大丈夫。 OK、 さすが挑発のさ、スモールグールを避けたね、ちゃんと。ここで行くぜ、ヘルビソー、羽ばたけ、そしてメカラビー、ドンベ、やったー、ヘルビソーちゃん。
いや、自己フラッシュってやっぱ強いんですよ、やっぱ。そう考えるとね。全体に幻をかけつつ、光呪文だからね。弱いわけがないと言えばないんだけど、いや本当にね、強い。ただ、自己フラッシュを使えるモンスターってもう一匹デスゴーゴーっていうやつがいるんですけど、あいつはもうぶっ壊れなんですよ。まあ、同じ自己フラッシュを使うモンとしては。あれはぶっ壊れなんですよね、言ってしまえば。あの、属性耐性も完璧で。まあ、賢さが8という弱点はあれと、自己フラッシュっていうものを持ってるだけで強いから、自己フラッシュを残された2体はこれしかいないんですよ。または、主人公を特務ことで、技が自己フラッシュに変わるっていうモンスターがいますね。さあ、行くぜ。自己フラッシュ、うわ、強い、結構出る。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫だ。それで、今のスーパーハイテンションも外す。え、しかもラッキー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 、久しぶりに言ったわ、これ。これで目、もう目開けてられないよ。避ける、これでかわせる。はい、ラッキーラッキー。何、テニス部の試合してんの俺。もうこれもね、もう目開けてらんないでしょ、お前。お前目開けてらんない。お前は、お前クソザコ、クソザコ、あ、お前クソザコって言ったらこうだったよ。クソザコってバカにしたから。いつの遠藤でバカにしたもん、お前。行くぜ。お前を狙う。グレートラス、お前を狙う。はい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 。脅威の吸い込み率。おい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 、419。419とか。打撃弱点にも程に、程があるやろ、お前。自己フラッシュ、どんどん幻に積んだろ。おっと、そうやな。リガが乗ってたもんね。知ってるよ。大丈夫、大丈夫。うん、それを差し引いても自己フラッシュは強いというのを証明できてんだから、うん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 。どれを差し引いてもね、自己フラッシュは強いっていう証明をしてるだけなんですよ、と、こっちはね。呪いのランプ、はい。はい、呪いのランプが、おい、呪っちゃうよ、呪っちゃうよ、ここら、ほらほら。なんだ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 、どうなってんだ、このゲーム。やばいって、このゲームやばいって。さあ、ヘルビーちゃん行こう。ヘルビーちゃんとか大会で見たことねえわ、こいつ。賢さ22だもんな、お前。行くぜ、ほい。オッケー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 、大丈夫大丈夫だ。大丈夫大丈夫。ここスパッと避けちゃおうぜ。スパッとね、もうよ、あ、外しちゃおう。ああ。だだよな、ヘルビーちゃん来たからそうだろうなって思ったわ、俺は。そうだろうな、ヘルビーちゃんに来たもんな。痛恨だよな、そりゃ。おーおーおー、三鏡。お前5割ぐらいでカードしてんな。おい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 、ね、お前もお前だな。お前もお前だぞ、さっきから。お前もお前だな、やたらまいったら。呪いのランプがね、資料抜けしてこうしてみるとすごい強いモンスターだね。これを単純に強くした感じがナイトウィッチなんでしょうね。それこそ。ナイトウィッチにが余計に強くなった感じだろうな、こいつを。行くぜ、巨大な牙。おぉ、おぉ、オッケー。もう次の自己フラッシュで終わっちゃうよ。あ、待って、大切なんて呪いだったっけ。ここらヘルビーちゃん呪われてタイヤリアンけん。そんなことはなかった。ああ、カイリはな、それはしょうがない。カイリは呪われやすいからしょうがない。それはしゃあない。うん、うん、しょうがない。カイリだから。誰も使わなかったモンスターだから、カイリなんて。大丈夫かな、なんか、あ、うん、勝った、うん、硬かったね。ここで行くぜ、はい、せーの、はい、目からビーム、はい、はい、勝負の時が来た。本戦に参りましょう。このチームを作ったのはデンタリッチに勝てるチームのためなんですよ。つまりここでデンタリッチに勝てなかったら今までの2勝全部無駄。今までの2勝を全部無駄にしないためにこの悪魔のチームに挑んでみたいと思います。いや、俺ならいける、こいつならいける、行くぞヘルビーちゃん、いける。さて、始まりました。なんかもう見た目がちょっと違うけど、いや、見た目負けはしてないね、思った以上にね。 HP の差がね、1000ぐらいあるんですよ。ちょっと待って、 HP の差が1000ぐらいあるのは一体どういうことなんだい、これは。これは一体どういうことなんだい。さあ、まあとりあえずね、この呪文をしていきましょう。自己フラッシュともとも、そしてヒャドともともね、弱点をつける。そして資料抜け者は賢いんで、ヒャドはね、ほぼデンタザウスでいきます。はい、なのでダメージは困らないですけど、ちょっと怖いのは HP が低すぎます、このパーティー。あー、スタフレア、白騎士行っちゃうの？あ、そうか。光弱点だもんね。うわー。白の騎士が光弱点のせいで、スカーフレアが
ガンガン敷地に行くわけか。うわ、海流に行ってほしかったな、せめて。そうか、海流が打撃体操上げただけだからね。やばいやばい、もうやばい。このヒャドで、デッドサウス、はい、オッケー。350がでかい。ここで自己フラッシュで、もう止めるしかねえな。行くぜ、ヘルビースト。空を舞い、滑空。そして目からビーム、自己フラッシュ、ドン。あれ、呪文ガードかよ。なんで呪文ガードなの、こういう時。でも、だいぶ効いたね。ナイトリッチ出たそもそも125位はすごいよ。ローリング操作。あ、でも、海流が結構食らうな。ここで本家自己フラッシュ。行くぜ。弱いわけがないのだ。自己フラッシュ。オッケー !130! 強い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 。いいよ。めっちゃ強いじゃん。さすがにね。さあ、ナイトミアソード。これはね、ヘルビーストは大丈夫と思うんだけど。40だな。硬いね。さすがに硬いな。オッケーオッケーオッケー。さすがに硬い。HP 差が少しだけ埋まったよ。いいよいいよ。その調子、その調子。いいよ。ヘルビーストたちいけるよ。問題、これ暗黒ゾーンが海流に飛ぶことよ。治療の騎士だと？あ、治療の騎士に飛ぶんだ。シャドウ。いいよ、シャドウ。シャドウでダメージ、打点は取ってる。問題はこのスーパーノヴァがですね、ヘルビーストをちょっとご覧ください。そうなんですよ。みんなこうなるんですよ。スーパーノヴァの方が痛い説あるからね。スーパーノヴァめっちゃ痛い説ありますね。自己フラッシュ。はい、ダメかー。いやー、そうか、呪文のガード痛すぎるね。呪文5割ガードになるともう無理だな、これ。あ、やばい、きついきつい、もうきついもん今。もうこのターンきつくね。てか次のターンで終わらない？あれ、この次のターンで終わるんじゃ。お、ワンチャンある。ワンチャンあるから。で、ここはもうスペシャルカードを使うしかないでしょ、お互いはね。ここは悠長ルビス。こちらは悠長ルビスでございます。こっちは悠長ルビス。そして向こうは？そして向こうは攻撃系詰めるためのね。うわははは、ルビスしなきゃ死んでたぞ、これ。ルビスしなきゃ死んでる。でも、ちょっと待って、このターン死ぬんじゃねえか、ドアが開いても。いや、ここから返せるよ。いや、返せる。大丈夫。大丈夫？痛恨食らわない？あ！あー！ヘルビーなん！ヘルビーちゃん！ヘルビーちゃん、お前痛恨しか食らってねえじゃねえか。やばい！やばい！やばいやばいやばい！俺の苦労を返せ！ヘルビーちゃんの、わー！はい、というわけで、乾杯です。はじめの2勝全部無駄。いや、ダメだ。弱点つけてダメだ。ヘルビーダメだ、お前。ヘルビーちゃんダメだ、お前。くそー。もっと、マイナーレンジで返してくれ。